どこら辺がいいかな。タツシールだよ。え、どこがいい、どこがいい。無理無理無理。そう、前の落とした。あ、入った入った。ついたかな。ミスったらもう死ぬうち。いけたんじゃね。うぃ、いけた、できた。あ、思ったよりかわいい。あ、ありがとう、またね。できた。そんなに早く、そうだよ、早くっていうか、なんかもうただマジつけるだけだからいいよね。いい感じ。えんちゃん、どんぐらい持つの。え、持たそうと思えばずっと。あ、これ、うちのインスタから飛べるよ。一番新しい投稿から飛べる、多分タグ知ってるから。うん、飛べる。もうつけちゃうかな。てかまだいっぱいあるんだ。全部完璧すぎる。いや、何を言っと。あまり。お花もある。調べて買っちゃいます。買っちゃえ。お花つけてほしい。お花でもなんかうちにお花合わなくないって思うから、なんかつけれないでいるよね。存在がしら嬉しいけど、かわいい、嬉しい。お花どこにつける？めちゃくちゃ偏見だけど、背中にアゲハチョウとか、なんかごめんなさい、何も入ってない。
耳裏見えちゃう。マリアさんはマジおもろい。バラくれたし。で、その一回構えてきた。何を言っと。髪の可愛い一般人の、はい見ての通り一般人です。なんかキモいと思ったら小顔効果ついてた。ギャルとセッションの時間気持ちはギャル。ニーナニハル。そこつないんだよな。付き合いしてる男子いないよ。背中、足首に鼻。普通にベルマーク、キスマークでしょ。これ好きなんだけどね、ちょっと難しい。立て入れる予定あるよ。鎖骨に水溜めれない。だるい。さんみたいな指だ。どんなタトゥー？かわいいやつ。さくらんぼとか。誰が草、それとか好き。嘘つけない。こんばんは。見たいであろう私の問い合わせ。メイキーハッピー。
しまーす。何してくれる？まあ、いくつ？18。高校生？専門。専門か。一人暮らし？いや、違う。実家？うん。もしかしてトランシーバーで話してる？うん。携帯？うん。本当？なんで？なんかトランシーバーみたいだよ。聞こえが悪い？あとなんか、トランシーバー。変な感じ？うん、変な感じ。なんでだろう。いや、まあ大丈夫だよ。大丈夫。何する？モノマネしよう。じゃあしてみて。じゃあジャイアンやるね。おにびた、いや、牛しようぜ。似てた？ん？似てた？うん、似てた。嬉しい。なんかしてよ。なんか？うん。モノマネ？うん、モノマネ。全然ない。つまんの。じゃあ、次の代わりにやってあげるね。うん。じゃあ、ドナルドするね。どう？似てる。似てる？なんか映して。なんかって？なんでもいいよ。このまでできないならお前は失格だ。ダメ。さよならだ。一人で過ごしたのに。つまんねえな。一人でしてる。物に聞いたらな、S をだから悩させるのがうちの仕事だから。あ、待って、うちの名前大久保佳代子やった。そういえばド M の人来てって言ってる大久保佳代子。超もろくね。誰と電話？斉藤さんだよ。一人で過ごしたいよね。ジャイアン、できちゃった。もしもーし。こんばんは。何してますか？何もしてないです。暇ですね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 。つぶしに斉藤さんしてるんでしょ？うん。じゃあ暇つぶれてるじゃん。まあそうね。学生です。です。じゃあ明日休みか。友達と遊びます。
チッチッチッっていう人ってさ、あれじゃない、次何話振ろっかなみたいな、話をめとない人。Forever LINE 送ってとか言って返してなかった返してくる、うん、行ってらっしゃい、前がいいよ、あ、ちょっと待って、名前変えろ、可愛い名前にしよう、あ、おやすみ、可愛い名前にしよう、まや、まやちゃん、どう、えいみ、まやちゃんだから萌え声で。もしもし。聞こえる？ちょっとダメだ。ダメやな。初っ端からカメラをつけようとしてくるやつは。もしもし。もしもし。18歳です。トランシーバーで話してるそれ。なんか声がなんかキモいよ。トランシーバーみたい。え、生きてる？大丈夫？大丈夫？なんでハシハシしてんの？ん？聞こえない。待って、ちゃんと言って。ゲーム。頑張れ。蹴られた。応援してあげたのに、応援してあげたのに蹴られたよ。突然のバイパー。もしもし。こんばんは。こんばんは。何してますか？何もしよるんです。何歳ですか？18です。18歳ですか？はい。ああ、一緒ですね。わーい。高校生、大学生ですか？専門です。あ、専門ですか？なんかパソコン売ってるでしょ。ん？パソコン売ってるでしょ。売ってないよ。売ってないですか？なんかめっちゃなんかガチャガチャ聞こえたから。音量かな。ああ、多分そうだと思います。
何県の方ですか？秘密です。秘密ですか？普段何してるんですか？学校行ってます。学校合ってるんですか？うん。あ、そうなんですか。お姉さん彼氏いるんですか？いないです。作らないんですか？別にいたらいい人いたらいいけど。モテないんですか？モテないですね。いいけど、いい声してるくないですか？本当？はい。本当ですか？はい、いい声してますよ。嬉しい。はい。自分の声はどうですか？微妙。ああ、微妙か。方言強くないですか、自分？あ、なんかなまってるかも。あ、なまってますよね。うん。どこのなまりですか？はい、九州の方のなまりです。あ、鹿児島とか宮崎とか？あ、まあそこら辺ですね。はんはん。はい。一人暮らしですか？じゃないです。はい。違います。実家ですか？はい。でも両親寝ちゃってるんですか？いや、まだ寝てないと思いますよ。あ、マジっすか？部活とかやってます？やってないです。やってないっすか？はい。つまらん。ド M 子ね。生活音うるさい人、テレビ消せやって思う。インタビュー見て。やばい、今日同じ人しかいないよ。今日ダメだな。エミネム変身コネしましぶち殺す。エミネム呼んでみるね。返信早くするって言ったのに、くそ遅いしな。誰？エミネム？片言上手かった。上手いでしょ。おいおいおい、忙しい斉藤選手とか。エミネムが、いや、そうなんだよ。本当に本当にそうなんだよね。
別にとこ行くか。そうとくと いつも誰かに撮ってみる。朝早くないよ。学校お疲れ様、ありがとう。どうせならドーナツ見せたい。まつげ長い。わかる？見えなくない？どうせなら鼻と口の間の筋が認知よ、これ。そんな深くないし、浅くもない。とても好きかも。ちょうどよくて。どうなの？